ポール・ユジェーヌ・ペリオは、フランスの東洋学者で、中央アジアの探検家である、敦煌文献をフランスにもたらした。中国名は、白紀は。ペリオは、パリに生まれ、コレージュとフランスの東洋学者、シルバン・レビに学び、仏領インドシナのハノイにある、フランス極東学院に就職する。学院の図書館の館籍を購入するために、1900年に、北京へ派遣された。 そこで、ギワダンの乱に巻き込まれ、包囲された、北京の外国交換地域に止まった。包囲戦の中でペリオは二度敵地に潜入した。一度は、敵の軍旗を奪うため、二度目は包囲された人々のために、新鮮な果物を得るためである。その勇敢さによって、レジオンドヌール勲章を授与されている。その後、ハノイに戻り、22歳で、 極東学院の中国語教授となった。探検の予定頓高のバッコークツ造協同で文書、経典などを調査するポールペリオ。1906年6月17日、ペリオはグミのルイ・バイアンと写真家のシャルル・ヌエットと共にパリを出発して中央アジア探検に向かった。3人は鉄道でモスクワからタシケントに赴き、そこから 中国領トルキスタンに入った。探検隊は8月末にカシュガルに到着し、ロシア総領事館に滞在した。中国の関係は、ペリオの流暢な中国語に驚き、探検準備のために様々な便宜を図ってくれた。探検隊はトゥムチクを経てクチャに入り、そこでブラーフミ文字に似た文字で書かれた。 失われた言語の文章を発見した。この文章は後に、ペリオの死であるシルバンレビによって解読されることになる。探検隊はさらに、ウルムチ滞在中、トンコー室土のホッケ業古写本を見て、トンコーに赴いた。トンコーのバッコークツは、イギリスの探検家、オーレルスタインが、前年の1907年に訪れ、1万点の、 古文書を持ち去っていたが、まだ残された文書も多かった。ペリオは、罰工靴を守っていた、王道士と交渉して、造強堂に入ることを許された。ここでも、ペリオの流暢な中国語が役立った。三週間にわたって、造強堂の文書を調べたペリオは、最も価値のある、文書数千点を選び出し、王道士に売却を交渉した。 抜ッ靴の再建を計画していた、王道士は500両で売ることを承諾した。スタインは中国語を知らなかったので、彼が持ち帰った文書は価値のないものも多かったが、中国語を含め13カ国語に通じるペリオが選んだ文書はいずれもいつ品揃いだった。その中には、新発見の白木像、絵長の上り後天軸国伝も含まれていた。 一行は1909年10月24日にパリに帰着したが、意外にもエドアール・シャバンヌラ極東学院の同僚たちから公金を浪費して偽造文書を持ち帰ったと激しい非難を浴びた。彼らはすでにスタインが頓行文書を持ち去った後には何も残されていなかったと考えていたからである。しかし1912年にスタインが探検旅行記を出版し、 トンコーにはまだ大量の文書が残されていたと公表したため、ペリオの疑惑は晴れた。その後、トンコウ先仏道など多くの研究所を発表して、東洋学に大きな影響を与え、第一次世界大戦中はフランス武漢として北京に滞在し、1945年にパリでガンのため死去した。ペリオがいなければ、中国学は孤児のままだっただろうとさえ、 評価されている。パリの偽美術館にはペリオにちなんだギャラリーがあり、彼が将来した文書の多くはフランス国立図書館に保存されている。ありがとうございます。